ねえ、ねえ、ねえ、私の自転車ないんだけどさ。自転車ってあの銀の？いや、それしかないじゃん。あれはあのお父さん使ってったわよ。え、なんで意味わかんない。え、なんでなんでなんで、これから友達と遊びに行くんだけど。知らないわよ、お父さんが使ってったって。いや、だからなんで意味わかんない。友達待ってるからさ、急いでほしいんだけど。いや、地域の寄り合いがあるっつって使ってった。え、何時に帰ってくるの？夜の8時とか9時じゃない？え、なんで時間ないじゃん。これ遅刻しちゃう。知らないわ、歩いて行きなさい。もう、え、でも車出してくんない？もうそれ車出すわけないでしょ。もう買い物終わったよ、お母さん。もうじゃあドンキで買ってよ、自転車早く。何言ってんの、買うわけないでしょ。もう自分で買いなさい。友達待ってんの。知らない、もう歩いて行きなさい。知らない、お母さん孫につくでしょ。はぁ、早くもう行ってきなさい。早く走ったら間に合うでしょ。じゃあお母さん謝ってね、友達に。謝るわけないでしょ、お母さん何も悪いことしないんだから。乗ってったらそっちよ。自転車、お父さんが地域のコミュニティの会があるって言って乗ってたのよ。車の会に対して私が乗ってっから。車の会に私が乗ってっから。もう買い物終わったから使わないの、車は。今日は使わないの、おしまい。はい、もうお母さん晩ご飯作るからね。はいはいはい、行ってらっしゃい。あ、友達なんかやられたらあんたのせいだから。あんたって何言ってんだよ、あんたって。どうしたの？友達が来てる時にせんべい出さないでって言ったじゃん。言ってたっけ、そんなの。言ってたよ。なんでせんべい出してくるの？もっとなんかケーキとかないの？ないよ、今日は。お母さん恥ずかしいんだけど。お母さんせっかくだから、これしかなかったんだ、しょうがない。やめて、もうせんべい、ケーキとかさ、なんかポッキーとかそういうの欲しいんだけど。ないないよ、今日は。買ってきて。お母さん今ちょっと疲れちゃったの。買ってきて、恥ずかしいから。食べないの？お母さん食べちゃうよ。食べないから持ってきたんだけど。じゃあもういいね、お母さん食べちゃうよ。買ってきて、ちょっと。いや、もうお母さん、もう洗濯物終わっても。じゃあ、お金貸して。買ってくるから、私が。お金、お小遣いあげてるでしょ。それで買いなさい、じゃん。こういう時くらい出してよ。なんでお小遣い渡してるでしょ。罪だよ、せんべい。お友達もお腹減ってんじゃないの、心配だから。恥ずかしいな。おせんべいの何が恥ずかしいの。あんま大きな声出さない。お母さん。やめて。お母さんだって、若い頃おせんべい食べてきたのよ。緑茶とか出すのやめて。緑茶いいじゃないの、体にいいわ。やめて、急性出してくるの。もうそういうの嫌なの、本当に。コーラとかそういうのでいいの。恥ずかしいから。うちはそういうのないよ。はい、持ってきなさい、じゃあもう。いい、来ないで、来ないで。ごめんね、ごめんね。邪魔。もうお母さんも料理するから今から。邪魔。晩ご飯作るからもう、ほら。邪魔。邪魔って通れるでしょ、ほら。邪魔なんだけど。邪魔じゃない、もうお母さん作るから待ってなさい、そっちでも。邪魔。邪魔ってもう、邪魔。邪魔なんだけど。邪魔通りなさいよ、もうほら。邪魔。邪魔って、お母さん動いたでしょ、もう。牛乳取りたいからどいて。牛乳、手伸ばせば取れるじゃない、こんなのもう。もうお母さん取るわよ、もうほら、ほら。邪魔。お母さんさ、うん、今私お小遣い5000円もらってるじゃん。ああそうだね。友達がさ1万円もらってるんだって。ああそうだ、お金持ちだね、うん、そのうちは。ちょっともうそろそろ1万円してくんないかなと思うんだけど。ああダメよそんなの、無理よそんな。でも友達が1万円だから、ちょっと私も1万円じゃないと、ちょっと一緒に遊ぶときなんかちょっと辛いなみたいな。まあよそよそ、うちはうちだからね。うちは5000円です。え、じゃどのタイミングで上がるの？いやそりゃね、勉強とお家の手伝いやったら入るわよ。え、やってるよね。チャッピーの散歩も私やってるし、勉強も頑張ってるし。勉強この間テスト60点だったじゃない。それでも40点ぐらい上がってるんだけど。元がちょっと低すぎたのよ。あとチャッピーの散歩はもう今お母さんがやってるでしょ、ほぼ。いや週2でやってるよ私。だから週5ではもうお母さんやってるでしょ。買う時も言ってたの、チャッピー毎日散歩するって。だから買ったんでしょ。いやいや、それでまあ今週2よ。ダメですよ、信じられません、そんなこと。いやそれ学校とか部活の兼ね合いでさ、私できない日もあるわけじゃん、それは。いやそれはだから、その帰ってきてからやればいいじゃないの。だから時間帰ってくるの何時か分かって、7時だよ。7時に散歩行くバカいないでしょ。夜の方が涼しいとかあるわよ、静かで。こんな話どうでもいいんだけどさ、ね、1万円にしてくれないかって話してんの。何話取らさないで、1万円にしてくれないかって言ってんの。1万円は無理です。手伝いもするし。うちにそんなお金ありません。手伝いもするからあげてもらいたいんだけど。お金ないです。じゃあ友達と一緒に遊べないわ、1万円してくんないと。そんな極端なこと言わないの。あげて。お金はありません。あげてくれない？あげません。じゃあお父さんに聞こう。
お父さんに聞いてみるね。何でもかんでもお父さんってもう言わないの。そんなお母さんも何もやってくんないからでしょ。何もやってもご飯だって作って洗濯物だって全部いつもやってるでしょ。何でもかんでもお母さんが全部やってるでしょ。学校でいるももお母さん買ってきて反省しなさい。そんな子にはね、お小遣いあげませんよ。好き勝手着てんのあんたでしょ。そのエプロンだって見たことないよ。タイムあげます ね。好きなタイミングで好きなもの買ってさ、お母さんだけだよ。お金こんな買って自由に使ってんの。みんな我慢してんのにさ、自分だけで使ってんの。はい、あげません。あげて。あげません。じゃあ7000円でいいからあげて。あげません。7000円でいいから。あげません。なんで。じゃあ友達じゃハブられるわ私。そんなの友達からどっか言えないって。そんなハブられるんだったら本当友達じゃないわよ。そんな友達じゃない。5000円で我慢しなさい。そんなもん。友達を馬鹿にしないでって言ってんの。お母さんが子供の頃馬鹿にして何だよ。一番200円だったからワイもあげません。時代が違うんだけど。あげません。7000円でいいって言ってんだからさ。お母さん200円でやりくりしてる。6000円でいいからあげてよ。あげません。なんで。うちらそんな金ありません。あるでしょ。持ってんの知ってんだ。エプロン買ってんじゃん自分だって。これは妹がくれたやつでしょ。あんたの妹がちゃんと私に誕生日でくれたのにあんた何もくれなかったでしょ。5000円しかもらえない私何が買えるってんだよ。5000円からやりくりして買えばいいじゃない。それが親への感謝の気持ちってもんでしょうか。あ、やば。感謝なんて言ったことないんだけど。何だろ。感謝したことないってどういうこと。もうあげません。もう何言ってもあげません。はい、晩ご飯できるから証拠呼んできて。ほら一生親孝行しないからね。じゃあはいはい、そうですか。はいはいはい、お父さんに言うよ。はい、どうぞどうぞ。はい、勝手に。今日はお母さん美容室行ったものも全部言うから。勝手にしなさい。ね。お母さんだってもう5年に1回なんだから。お父さん。お母さんがすごい嫌なこと言うんだけど。完成。いただきました。お金に変えれるんだよね。